朝起きたらララちゃんがここにいました。なんでって思ったら、リリ大丈夫かなと思ってみたら、先ほどの通りです。今はいません。で、どうやってこの状態でどうやってララが通ってったのかなって見ていたら、足跡を見つけました。ちょっと見づらいんですけど、多分ここからジャンプしてここ飛び乗って、これですね、見えづらいな、こういう感じで、わかりますかね、ちょっとあっついてんの、ここを通ってここに来たと。で、多分リリンとこ行って、さっきにちょっとね、キキってね声したので、あれリリかな、でもこれあるし大丈夫かななんて思ってたら、すごいガラ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 走ってて、こんな明け方に誰だ走ってるのって見に来たら、ララがここにいました。なので多分キキって言ったのは、ララちゃんがリリちゃん動いてないってママたちにお知らせをしてくれたんじゃないかなって思ってます。で、多分ガチャ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 、その後すごい音を立ててたのは、ララが多分お知らせをするためなのかなって、リリが変だよってお知らせをするためなのかなって思ってます。正直まだちょっと落ち着いてません。時刻はほんと、6時前かな、5時半の出来事です。ラーシャン、ラーシャン、さっきラーシャン中入っちゃったんだけどね。ラーシャン、ラーシャン、ありがとうね、教えてくれて。ラーシャン、どこにいんだ、ラーシャン、ラーシャン、ごめんね、ごめんね、ちょっと出てきてもらえると嬉しいんだが、 ありがとう、ありがとう。ラーシャン、ラーシャン、ラーシャン、何って、ありがとう、出てきてくれて、ありがとう。リリのこと教えてくれたの、ラララ教えてくれたの教えてくれたの、ラララ、うん、ありがとう。なんでギャーなんだよ、なんでギャーなんだよ、ママでしょ、ママでしょ、うん、ララちゃんはいつも通りです。ラーシャン、ありがとうね、教えてくれて。おいで、おいで、ホルだとね、怖がらないの、受けるね。おいで、おいで、ラーシャン、おいで、ラーシャン、おいで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 、あれ、ラーシャン、おいで、あら、あら、よかったね、ラーラ、空気の汚れが見つかったって、多分リリの匂いかな。結構ね、リリ香ばしい香りをしてましためっちゃペロペロするじゃん、ララ。リちゃんもいないの、ララ。本当は長生きしてね。